こんにちは、森の妖精ゆっくりさんです。本日はウッズ集会をしてみましょう。早速ゆっくりさんの森を荒らすゴブリンを発見しました。ゴブリン討伐、まずはユーセックキャンプですね。武器クレートや食料庫、レアアイテムも湧く美味しいところ。他のマップに行けば LEDX やグラフィックカード、テトリスなんて一攫千金高額アイテムが手に入ることがありますが、やはりそれを狙う人はたくさんおり、こうやって少額アイテムをちまちま集めていくのは地味ではありますが、平和なので精神上いいですね。ちなみに武器は SKS です。前回カスタムで奪った銃を使っております。売ると言いましたが使えそうだったのでつい使ってしまいました。開始直後なのでゴブリンはあまりアイテムを持っていませんね。回復アイテムは嬉しい限り。でんでんでんで足音がしたので警戒中です。おん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 。なになにどうしたどうした。ゴブリン同士が争っていましたね。ゴブリン討伐完了です。ちなみに今回の動画は1月7日のものなので、皆さんまだまだプレイヤーレベルが低い方が多いですね。裸 AK マン、バックパックを持っていないのでアイテムを回収する意思を感じられません。タスク税かな？頭を地面にぶっ刺しているあなたは UMP マン。金額的には大したことはないのですが、開始早々すでにバックパックがいっぱいになってしまいました。そして目の前に見えますのがスカブバンカー。その名の通り、スカブが結構湧きますのでスカブキルタスクにはお世話になることも。地下への階段もあって下にもアイテムが湧いてます。数万ルーブル程度のものしか見たことがありませんが、来た時には立ち寄りますがガガガ、先客がいたようですね。逃げ道がない場所で上から人が降りてくる恐怖。このハンターマンはさぞ怖かったでしょう。前回敵から奪った SKS、意外と働き者ですね。ガチムチ勢には歯が立たないのかもしれませんが金策にはもってこい。さてさて、荷物が多くなってきたので帰りましょうかね。イブプロフェン鎮痛剤を飲んで安全第一でキロに着きましょう。おん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 。ゆっくりさんの森でこそこそしている悪いゴブリンをまた見つけました。ありがとね。ビバラ消耗タイム。ただねもうねアイテム入れるスペースがないのです。ひとまず使いかけのサレワを捨ててと、こんな風に敵のバックパックをサーチするのもタルコフの醍醐味ですね。ワクワクドキドキが止まりません。高額アイテムはポーチにないないされてしまうのが辛いところですが、未プレイの方に説明しておきますとね、ここのポーチ欄に入っているアイテムは死んでもロストしないので、高額アイテムを見つけた時はとりあえずここに入れるのがセオリーですね。だから敵を倒しても高額アイテムは敵のポーチの中に入っていて奪えないのが、先ほど申し上げたことになります。そんでもってこの人コンデンスミルク持ちすぎでしょ。砂糖もあるしウッズにしてはうまうまです。どこからこんなに持ってきたか教えていただきたいですね。今回はタクシーを使って帰りましょう。お金を払ってレイドから無事脱出となります。お次のレイド、こちらはユーセックキャンプの北側のもう一つのキャンプ。こちらも食料クレートや医療品が落ちてて地味に美味しい。ユーセックキャンプから二つの足音。チームが故に警戒心が薄い。チャンスか。やったー。二人目に手こずってしまいましたがギリギリ勝てました。手こずったというよりもう半殺し状態なのですが。基本はヘッドショットゲームなので皆さんはしっかり頭を狙ってくださいね。でなければ勝ててもこのような半殺し状態になります。各 VS してるし骨折もしてるときた。ただ、こういうダメージを負うことによって、身体的スキルを育てることができます。例えばダメージや出血が発生すると生命力のスキルが成長し、出血ステータスが発生する確率を低減することに、なので戦えば戦うほどキャラクター自身が強くなりますので、皆さんぜひたくさん出血してください。ビバラ消耗タイム、最初に殺した人はグラサンをかけたモシンマン。バッグの中身を強奪、ウッズだと脱出地点が遠く長丁場になるかもしれませんので、お水はありがたい。もう一人の方、
MP5 の50連マグ。そりゃこんなに撃ち込まれたら半殺しになりますよ。アイテムはユーセックキャンプで手に入れたパーツ類が主ですね。さて、ウッズ集会に戻りましょう。今の敵がユーセックキャンプを漁っているので反対方向へ、と移動していたら池の反対側に動く人影が、録画がコマ飛びしてしまってお見苦しいですが見逃してください。とりあえずお一人様分の羅生門タイムを確保。二人目も倒せたような気がする。近づいて様子を見てみましょう。死体は一人分しか見つかりませんでした。ある程度クリアリングして撃たれなかったので急いで羅生門タイム。帰宅後わかりましたが、もう一人も殺せていたみたいです。死体を見つけられなかったのでもったいないことをしてしまいました。何かが走り去る音が聞こえたので警戒中。いましたね。あれは何だろう？スカブ？ほんと、スカブが走るようになったので後ろ姿で判別するのは難しくなりました。バックショット弾のショットガンで頭を抜いてくる恐怖は今も変わらずビクビクしてます。誰だ？いきなり現れないでいただきたい。びっくりしておしっこ漏らしてしまいました。さっき狙撃した人はスカブだったみたいですね。あまりいいもの持っていない。残念。最初のモシンマンからもらったお水をグビグビ。喉が渇いていたので体に染み渡ります。今回もタクシーで帰宅です。お次のレイド。今回はユーセックキャンプが遠かったので伐採場の様子を見に行きます。と、その前にタスクのアイテムを回収。ウッズのこんな見晴らしのいい場所からアイテムを回収させないでいただきたい。伐採場に着きました。ボスが湧くことがありますが静かなので湧いていないのかな？伐採場内の建屋に入ったらスカブが起こってました。あれ、ちょっと待って、PMC がすぐそこに、ゆっくりさん、敵 PMC のお手伝いで一緒にスカブ討伐してしまいました。スカブが叫んでいたので他に PMC がいると判断して、先に PMC からキルするべきでしたね。いやー、これで死んでいたら枕を涙で濡らしていましたね。損害は軽微でした。倒した敵を漁る前にもう一つのタスク品を回収。オッケー。静かさ的にボスはいなさそうなのでスピーディーに行きましょう。すっとこどっこい。何何何が起きてますか？この野郎、さっき殺した敵もチームだったのか？一人プレイのか弱きゆっくりさんをいじめて楽しいか？あ、ちょっと待った、これは終わったかもしれません。おのれこっちか。一つ。二つ、どんな問題てやんでー。また半殺し状態になってやったぜ。スキルが育つなー。それよりも皆さんここら辺で隠れられる場所をご存知の方はいらっしゃいませんか？ちょっと壊死した場所から銃弾を取り除いて傷口を結合したいのですが、ここがいいかもしれない。絶対そうだそうに違いない。ひとまず傷口チェックをしてどこから直すのがいいか考えま、なにこれは、ゆっくりさん本当に生きているよね？死んでいることに気づいていない亡霊になってないよね？てかいつも止血剤使うの忘れちゃう。前はされは一つで何でもできたのでまだまだ癖がついていないですね。ショートカットキーにすら入れていない失態。オッケー。ゆっくりさん完全回復。ご褒美羅生門タイムと行きましょうか。と思ったはいいものの近くで足音が。君、ゆっくりさんの戦利品奪ってないよね？ビバ羅生門タイム、奪ってないようだ。ただの NPC スカブだったのかな？ NPC スカブもアイテムを漁るようになったとかいないとか、恐ろしい世の中になってまいりました。まあ始まって早々なのでアイテムは目星いものありませんね。もう一人もビバチェック。こちらは装備品多めですね。アタッチメントとか剥ぎ取ってできる限り持って帰りたいところ。よしよし、いい感じに整理整頓できてきました。荷物の量が多くなってきたのでスタミナ管理に注意してキロにつきましょう。さて、脱出地点に到着しました。到着して気づいたのですが、ゆっくりさん、一人目に殺した敵を漁らず脱出地点に来てしまいました。いやー、うっかり。まあどちらにせよ持ちきれなかったと考え、今回はこの辺りにしようかと思います。まったねー。